はようございます。おはようございます。うわ、来たか。来た来た来た。密着でいいです。密着ですか。あっつい。1日密着よろしくお願いします。お願いします。わ、よく寝た。結構あれですね、ベッド低めのやつですね。そうなんですよ、いちいち上り下りしたくないから低くしてもらって。シャワー浴びます。自分に負けるな。仕事とは思ったことないです。生活の一部っていうか、なんかあれだよ。おはようございます。おはようございます。行きます。勝った。朝目覚めたらまずはシャワーが多いですか？シャワーして歯磨きしてですね。で、そっからご飯食べて、うん、かな、浴びてきます。シャンプーとか他のそういう洗う系のものなんかどういうの使ってるんですか？シャンプー、リンス、そうね、シャンプー、リンスはね、よいしょ、これ見えるかな。見えます、見えます。ミース、ミース、すごい。実は僕の友人が会社を起こして、で、ね、最初プレゼントしていただいたんですけど、これ気に入っちゃって、そこからずっと自分で買ってるんですけど、うん、その洗顔とか化粧水とかそういうのも良くて、まあ、あとパック化粧パック、うん、はいはい、そういうのもかなり質が高くて、すべて質にこだわってるから、うん、これはあんまりシャンプーとかリンス気にしないんですけど、何使っても、はい、最近これにハマってます。使いますね。化粧水、洗顔、洗顔、うん、めちゃ良きです。くらいの頻度で作りに来られます？毎日、ほぼ毎日ですね。ほぼ毎日、はい、僕の日以外は毎日です。でも本当食事部分を、はい、ほぼ全面的になっていると言っても、そうですね今はやらせていただいて、朝食はなんかこういう風にしてほしいとか、なんかそういう要望とかってあったりしますか？一日ごとに和と洋で、あの二人とも味の変化をつけてますね。なるほど。今日は和の日ですか？今日は和の日ですで試合前はあの絶対にお米にしてるんで、今日は。おはようございます。おはようございます。おいしそう。熟成させたマグロのお刺身を、うん、ネギと玉ねぎの醤油で合わせたと、ほうれん草とささみのおひたし、ささみと、赤キャベツの酢漬けで、納豆とキウイですね。サワラがゆあん焼き。いただきます。食事のこだわりとか意識していることっていうのをちょっと教えていただけますか？まず前提に、やっぱ美味しいものを食べたい。だからトレーニングも 100% で頑張るし、ストイックにトレーニングしてるって自負もあるから、食事の時は楽しんで、かつ美味しいものを食べたいっていう気持ちはありますね。ケンは本当にもう全てそれを体現してくれてるから、本当にいつも助かってます。食への意識が強くなったのって、うん、キャリアのなんかどのタイミングとかってあったりします？大学生かな。それまで本当に野菜食べれなかったんですよ。全く玉ねぎ、カレーの玉ねぎ見えたらもうそこで食べれない。相当ですね、じゃあ、うん、多分本当に稀に見る野菜食べない
男でした僕は。でも母も本当に苦労したと思いますし、今の奥さんと付き合い始めて何か食事とか作ってもらえるようになったりして、で、まあ、吉典くんと、まあ吉典くんじゃなくてよっちとプロ目指してんならもう食べなきゃダメだよって、もうそんな食べれないよで済まないよみたいな、自分の体なんだからっていうことを言われてならと、もう一番もうその食べたくないから一番栄養ある野菜にしてくれと、なるほど、それをもうコツコツなんかいろんなものを取るよりもそれだけ単体で最初頑張って取るからって言って、で作ってもらったのが作ったよね、まあ、置いてもらったのがブロッコリー、パプリカ、ビーツ、この3種類をから始めましたね野菜は。そっからなんかね、やっぱ一緒に付き合ってってやっぱいろんなとこ食べに行くようになって、何かなんか食べれるようになってきましたね。まあもちろんまだ苦手なものはあるんですけど。ごちそうさまでした。練習行きましょうか。行きましょう。バモス。ストーリーでちょっと武藤選手に聞きたいことっていうのを、はいはいはい、あの募集させていただいたんですけど、うん、あのまず一番目にあの高広大木原オフィシャルというあのアカウントから高広大木原オフィシャルオフィシャルというアカウントですね。何でいつもそんなに元気なんですかという質問が来てましたちょっとお答えいただけるとテンションの浮き沈みっていう意味ではあんまないかもしれないですね。でも試合ほんと試合の、バスに乗るぐらいまではほんとにずっとテンション高いですね、パッてバス乗ってからぐらいになると一気にスイッチ入るというか、はい、ほぼ誰とも喋んない、もうずっと音楽聴いてこうなっちゃいますけど、それ以外は終わった後もすぐ切り替えられるし、負けた後は本当にもうイライラしちゃって、多分選手たちは分かってますけども、ね、誰も触れてこないですもんね。ヴィッセルにはやっぱそういう集団であってほしいですし、まあ、やるときとやらないときでパッて切り替えられる、本当になんていうかなシビアになるじゃないですけど、ね、まあ、そういうのがね、上昇軍団への道かなっていうふうには、感じますね。なるほど。やっぱり人間ってその周りにいる人の影響ってすごい大きいと思うんで、僕はネガティブな言葉発する人そのとか、なんていうかな、悪い方向に自分を引っ張る人とはやっぱ正直そのお付き合いしないようにしてるし、一緒に今時間を過ごさないようにしてるんで、はい、そういうのかなり気にしますね。なるほど。質問で、次多かったのは結構好きな曲とかアーティスト、試合前に聞く、試合前か、はい、試合によって変えます。本当その日の気分で曲変えますし、やっぱ洋楽、試合の日は洋楽多いかな。普段のこういう車の移動とかはもうほぼミセスグリーンアップこの前ライブもあった。ライブ最高でしょライブってほとんど行ったことなかったんですよ。そうなんですね、はい、けどもっと衝撃受けましたあの一体感と演出、あんな楽しいものなんだっていうぐらい興奮しましたし、はい、知ってる曲、好きな曲がやっぱ多いんで、はい、あんだけ楽しんだのは初めてでしたね、ライブで。歌手さん、はい、になれたらどれほど気持ちいいんだろうと思いました、本当にだってみんなの視線が、はい、もう全部受けるわけですよ、やっぱ、はい、生まれ変わったら歌手になりたい無理か。いやいやいや、そんなことです。何があるか分かんないですよ。そう、何があるか分かんない。生まれ変わっただからね引退したらとかじゃない生まれ変わったミセスの中で一番この曲好きだっていう。いや、もうあれすぎて分かんないな
ソランジ、マジック、もうそれこそ、はい、僕のこと、はいはい、サッカーっすね。あれは一番自分がサッカーきつい時に聞いてて、はい、なんか重ね合わせじゃないですけど、うん、何やってもうまくいかない、うん、本当どうしたらいいんだろうっていう、もう一種の本当なんか打つとか、まあ、そこまで大きな話じゃないですけど、はい、本当そのぐらいレベルですよね、はい、どれだけ頑張ってもやっぱ試合に出れないみたいな時があって、その時に機械でずっと僕のこと聞いてて、で、ね、助けられたじゃないですけど、まあ、自分にとって本当に大事な曲だなっていうふうに思っていて、でもやっぱり今あんまり聴けないんですよっていうのも思いなんかもうその辛かった時期が結構蘇ってきてまあ今にしたらなんかもう面白話ですけど、当時からしたらもうこのままサッカー選手終わっちゃうのかなみたいなことも考えてたから相当きつかったですよね。なるほど。朝自分で強いと思いますか？朝強い。うん。その寝坊とかほぼしたことないです。もう決まった時間に、うん、もう起きようと思った時間に起きれるってことですか？うん。多分アラームかけなくてもここで起きようと思って脳にインプットしてけばパンって起きれます、ね。すごい。結構特殊能力じゃないですけど。多分メンタルっすよね、あれに関しても二度寝じゃないですか、やっぱり、はい、あの一番の相手はそうですね、だから気合いっすよね、もうそこでもう二度寝したらもう絶対これはもう俺の負けだみたいな自分に負けるな的な感じで、ね、なるほど、毎回制してますけど、そこで自分を律することで、そう で律した自分を評価して気持ちよくなってるなるほど、ただそれで今日も勝ったぞと、そう行きましょうか、行きましょう、今日もいい天気で最高だ、最高ですね、おはようございます、いやまあそれ遠くていいってもうから今はクーラーがね、マッサージルームついてるから長袖、おはようございます、おはようございます、今日お願いします、うっすこれ映さなくていいかこれはやばい、これはやばい、着替えて最初はもうマッサージ、うちの若手のホープにマッサージしてもらいますメディカルホープ、メディカルホープおはようございます、おうす、若手のメディカル若手ホープ噂のありがとうございます先生お願いします、一旦マッサージでほぐしてもらってからその自分のトレーニング、何時間前だ、1時間半前、30分間ミノルにほぐしてもらってからもう自分の夜、こっちの準備、よろしくお願いします、どうぞ、これで固まってるところが色とかで分かるから、なるほど、だいたい朝このひっついてるところ剥がしてもらって、でどこがやっぱ張ってんのかっていうのを理解してからトレーニング、すごい密着
違います。今日も最後です。違います。今日も最後に行きます。絶対違います。見て見て、ほら帯帯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 帯ゴーちゃんだよ、やっと来た。いつも一番遅い人。はい、中2番目。中が一番遅い。中が一番遅い。俺3番目。やっぱ人より準備してるからさ、俺ら。そうっすよね。まあまあまあ早く来てね。意識高いから。意識高いから。 OK、 今日ポゼッションしてゲームね。はい、じゃあ行こう。はい、行きましょう。受ける前に首振って、ここの自分の後ろがどういう状態になってるかっていうのを癖づけるというか、春也が毎日これやってて、もうもらう前とトラップする前に絶対に首を 2,3 回振ってて、それで試合でもあいつほぼその見えてなくて捉えることないから、間で受けるのに、まあだからこうどうやって癖づけてんのって言ったら、この練習が一番いいっつって言ってて、最近ずっと真似してて、でなんかやっぱボール蹴る前と癖づいてて、その自分の背後の周りの状況をなんかインプットする癖っていうのが少しずつついてきたから、変なところで奪われるのもトラップミスとか見えてなくて取られるっていうのがほぼなくなってきて、後輩からトレーニングを教えてもらいました。いい選手はボールもらう前とか取った後にグッて固まんないんですよ。力入ってると外には強いんだけど、その不規則なアタック速に関しては当たらないとバランス崩すから、いかにいなせるか、力を抜いて吸収して進んでいけるかっていうのが大事だから、最近気づきました。この1年ぐらい。うまい。おはようございます。栄養ある野菜、のりブロッコリー、トマト、オクラ玄米、少なめ。トレーニング後すぐに、まあ、プロテイン、EAA、 その辺の摂取はもう10分以内に、戻ってきて10分以内には絶対するようにしてて、あとは、まあ、今日は夜、まあ、みんなでお鍋食べるから、なんか結構食べちゃうんで、まあ、ご飯は玄米で少なめ、 120g、まあ、あとはもうバランスよく、まあ、作ってくださってるんで、それを食べるだけです。まあ、前日ぐらいからやっぱ炭水化物は多めにして、タンパク質類を少し少なくする。前日あとは野菜はあんまり食べないですね。うん、当日もほぼ野菜は食べないですし、うん、だからそんなにめちゃくちゃ気にしてるかっていうと気にしてないんですけど、まあ、ある程度炭水化物の量とかタンパク質の量と、まあ、あとビタミン、水の量、水飲む量、うん、それは結構気を使ってます。動画です。動画なの？動画です。
はい、ありがとうございます。では次こちらにお伝えください。バモス。ありました。はい、ありがとうございます。これからのご予定というか、向かう先を教えていただけますか。から髪の毛を切りに行って、そこから、ちょうど4時から1時からジム。だいたい3日前にジムで刺激入れて、ちょっと高強度の刺激を入れて、行きたいと思います。ヴィッセルの中で、うん、まあ、どちらかというと多分若手とかが対象になると思うんですけど、うんうんうん、まあ、この選手なんかいい選手だなというか、まあなんかこういったところがなんか自分にはなくてなんかすごいなって思うとか、なんかそういう選手とかいたりしますか。若手ね。若手で、まあ、1人目は大勢宮城選手、まあ、抜群ですね。もう最初の1回目の練習を、まあ、キャンプかでやった後に、ああもうこれは今年 100% 怪我さえなかったら、まあ、15点いくなっていう感覚でしたし、多分みんなにも言ってたな、はいはい、そのぐらい、そのドリブル、タッチ、シュート、うん、全部兼ね備えたストライカーだったんで、相手チームになんかこういう選手がいたら嫌だなって、まあ、自分がそのマッチアップする試合に限らずこういう選手いたら嫌だなって思うタイプの選手とかいますか。マッチアップで嫌だ。いや、マッチアップも、相手にしたくないありですし、もう単純に相手チームになんかこういう選手が一人いたら結構嫌だなとか、そういうのがある。それこそ、まあ、前で言ったら、まあ、佐古くん、はい、ダントツで佐古くんでしょうね。うん、そのやっぱりメンタリティ的にもそうですし、かつあれだけチームの潤滑油になるホストプレープラスやっぱ得点を取る能力両方兼ね備えてる選手ってやっぱいなくて、はい、あんまりあまりほぼいないですね。佐藤くん、ゴートくん、酒井選手、井出春也、この3人はやっぱダントツでサッカー IQ 高いなと思います。まあ、僕がサッカー IQ ないんでタイプ的にも気持ちと熱い気持ちとパッションで乗り切ってきたんで、ここのクラブに入ってすごいなんか学べましたね。今までサッカー IQ ないからもうとにかく一生懸命頑張ろうっていうスタンスでしたけど、なんかやっぱり年も重ねてきてサッカーがやっぱ少しずつ分かるようになってきて、かつその周りの選手たちが話してることを吸収できるようになってきたんで、なんかすごい勉強っていうか、またサッカー選手して一つ幅が広がってるなっていう最近です。土曜日はね、ちょっと涼しくて、少し涼しくなったけど、涼しくないですよ、もう9時ぐらいからやばかったです、今日も新しいシャンプーももうちょっとでできる。何の匂いですか。これはでもね、ちょっと試供品のやつで、また全然違うやつなんだけど、この種はね、コロンビアかな。コロンビア美味しいですね、最近フルーティー。うん、あと、鼻のね、ちょっと残る感じがね、ね、ルチさん、ヘアスタイルのこだわりとかってあったりします。いや、後ろとやっぱ横はさっぱりしてたいですね。基本もうずっと短いというか、まああまり長さは変わってないですよね。長い人じゃない。毛質的に長くできないですよね。髪が一本一本太くて硬いから、長くしちゃうとなんかモコって膨れる感じになっちゃうんで、はい、だからもうウッディさんと、まあこれ、まあ、ウッディさんなんですけどウッディさんですもうほんと試行錯誤繰り返し、やっともうなんか自分でもがベストだなっていう髪にしていただくことができました。
今までもうこんなにいいと思った髪なくて、自分でも髪型に自信なかったんですけど、今はね、ウッディさんが自信をつけさせてくれてたほんまにフィットした感じはね、ある、うん、服とかもそうですけど、うん、どんだけいいブランドよりかやっぱサイジングっていうかね、うん、大事だし、本当にこの髪質がこれめちゃくちゃハマってる感じやし、かつまあ元子しか逆にできないから、うん、あのお客さんとかでもやっぱりオーラがめちゃくちゃ多くなりたい、ね、そうですよね。で逆にパンを当てるみたいな、はいはいはい、これに近づけるために近づけるために元子もすごいよね、ほんまサッカー何年やってるんですか。もう4歳ぐらいから本気でやってるから、もう誰だろう、何年28年、すごいよね、28年っすよ。生活の一部っていうか仕事とは思ったことないですよね、あんまり。ああなるほど、うん、やっぱ好きな延長線上でできてるんですね、まあ、けどやっぱりお給料もらったり見てくださる方がいらっしゃるから、うん、まあ、そういった意味でなんていうかな、うん、そのサッカーにかけるじゃないですけど、うん、まあ、努力はし続けなくちゃいけないっていう、ね、うん、自分にプレッシャーもかけてますし、うん、こんだけの男前がなんかスポーツしてるだけでちょっともう価値ありますよね。いやいやですね。ね、まあ、ずるいっすよね。ありがとうございます。かっこいいですね。ありがとうございます。すごいかっこいいじゃん。誰ですか。僕はホスト武藤と思ってる。ええー、なんでこんな、いやいやいや、新しい子ですか。バイトの子。なんかびっくりした。めっちゃかっこいい。爽やかな青年。青年ですよね。サッカーしてたよな。はい。したっけ。います。めっちゃ整ってかっこいい。こいつびっくりした。売り出していく感じですか。売り出していきたい。いいですか。いただきます。武藤くんにかっこいいって言われるのよ、悩ましいよ。マジめっちゃ嬉しいです。俺一回も言われたことないね。こぼしちゃったじゃん。入れたいんだよね、ちょっと。前やってたのメッシュも、ね、ハイライトかっこよかったんだ、ね、あれ。あれみんなによくよかったって言われるんだけど、よっち入れた方がいいって言われるんだけど、うん、ね。もうパパだからね、一応。確かに。綺麗だよね。一応一周回しよう。いや、モデルですね。行こうか。さあ戦いに行きます。1 2 3 1 2 3 4 4 1
僕がここにいるとどれぐらい高いかちょっと分かりやすい。確かに。ちょっと縮んでもらっていいですか。そうですね。靴脱げばいい。確かに。靴脱いでるトレーナーおかしくないですか。確かに。よし。本当にジャンプ力あるっすね。そうっすよね。結構上がってきましたね。なんかすごいですね。32歳まだまだ行けます。頑張ろう。飛ぶんだ。うわ高っ。行けんのかな。行ける。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。結構余裕あったっすよ。いや鶏とあとホタテの紐でお出し取って、そのコラーゲン鍋で今日は行きます。お疲れ様で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 す。ジョーやん。ジョーおるやん。ジョーが。はじめまして。はじめまして。はじめましてか。はじめまして。みんなはじめまして。クワさん。クワは来てるか。そうです。クワさん全然まだあるんですけど、ちょっとお皿足りないんで言ってください。食べたかった。あ、今日密着か。今日クワの一発ギャロシュエグいってマジでずっといる。朝6時40分くらい。皆さん手を合わせてください。いただき、あ、あ、あ、やばい。あ、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 アルファ。いや一番付き合いたい選手。付き合いたい。付き合いたい。女だった。女だったです。女で付き合いたいか。ここにいる人なし。でもさ、全部もうマジもう性格とか分かって出てる。あ、余裕で一人。余裕で抜けてる。俺余裕で抜けてます。抜けてるやついる。いや、俺二人だな。ここにいる人なしですよ。あ、いいよ。いや、でも全部知ってて、知った上でってこと。知った上で。なんとつ一人だ。自分が女の子だったら付き合いたい選手ね。いや、俺ヨチ君と一緒のような気がする。いや、俺も多分一緒の気がする。はい、俺も俺もいいですよ、一人。じゃあ、せーので言う。はい、せーの。タカタカ。あ、ハルハル。タカタカ。俺タカ。え、誰。タカ。タカ。あれあれ。ハルハル。やっぱそうよね。タカだよね。ハルド。優しい。優しい。多分タカの性格の良さ、俺いいっすね。ナンバーワンじゃん。あの J リーガーの中でも。だって本当このチーム来て、タカ君いなかったら、うん、もう終わってました。それは言い過ぎっすね。俺は言い過ぎ。やっぱ大体新加入できたらさ、なんかいろいろ話してくれるのある。新加入同士でちょっと固まったから。確かに。それ
大勢と僕は大勢君はそうだね。だやっぱり岩波君はすごかったね。いやすごい。早かった早かった。本当にすごい。早い早い。ムカツもうまくやってくれたんですけど、俺がまず行くから。うん、お前ラブル。俺任せろ。翔太君の良かったですね。翔太さんすごいよ。翔太さんすごいよ。翔太さん、俺赤の男に入ってくれたの。そうですね、うん、結婚、付き合いたいだっけ。付き合いたい、うん、それで、ハル君は何なんですか。ハル君顔言ってるのは分かる。言ってる意味は分かる。付き合うなね、はい、かっこなんかクールでかっこよくて、はい、一途で、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした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 。また明日。後輩たちとの楽しい食事会も終わり、3人は帰路につきましたけれどもこれからのちょっと寝るまでのご予定はどのような感じでしょうか。まあ、3人バイバイできなかったんですけど、9時20分ぐらい、あと20分ぐらいしたらマッサージがあるんで、ちょっと体先に温めて、でマッサージを受けて、まあ、そこからマッサージ終わってストレッチをして、ストレッチを30分ぐらいかな、3、40分して寝るんで、今日は11時ぐらいに就寝予定です。全体的な感じと、じゃあ腰、背中、そうですね、感じですね。腰、背中、あとお尻周り、お尻周りです。はい、お願いします。はい、よし。夜こう来てもらうの大体この水曜、まあ、水曜っていうか3日前、やっぱその二分練した後にやっぱかなり固まってるんで、ね、疲労もまあ週明けから少し溜まってくるんで、週1回は最低やっていただける、まあ、いただくようにはしていて、まあ、もちろんそのチームでもマッサージは毎日、まあ、練習前練習後やってますけど、やっぱその二分練でまたからさらに、まあ、高強度を刺激入れると体が固まるんで、まあ、そういった時は、うん、まあ、すぐに来ていただいて、島田さんに来ていただいてやってますね。代表に入れるような意識のすごく高い選手、方々は筋肉の質は本当に全然違うっていうのが、たくさん触らせていただいてすごく実感しています。筋肉硬いところはあるんですけれども、触ると本当にすぐ緩むので、うーん、もう全然次元が違うなっていうのをすごく実感させてもらってます、はい、腰の下に骨盤つないでる関節が仙腸関節っていうのがあるんですけど、仙腸、はいはい、関節を動けるようにしたいっていうオーダーは、うん、吉さん初めてで、ですね。ほぼほぼ動かない関節なんですよ。そう、ほとんど動かない関節って言われるんですけど、でも関節は関節、関節は関節なんです、はい、で、でも動かせれないはずの関節を吉さんが動かせれるんですよね。意図的に初めて出会いました。すごい。でたまたま僕もそこにアプローチできるので、うん、でそれでちょっと、まあ、そこはこだわってやらせてもらってるみたいなところですかね、はい、例えばジャンプ競技とかによくあるのが、はい、着地の時の衝撃をここで受け止める。他にもパーツはあるんですけど、はいはい、その代表格の一つが仙腸関節ですよって。で、まあ、例えばここが動きやすくなると、はい、走るにしても失礼します。股関節でやるとここで止まるんですけど、仙腸、はい、関節まで行くとここまで大きくグイッと上がるんですね、はい、スライドができ、ストライドができますよっていう特徴があるんですね。で、やっぱり吉さんがめちゃくちゃ調子いいときはここ使って走れてるのが分かるんですよ。試合によって
やっぱこの腰回りの力が抜けてる時と抜けてない時って、もうドリブルやってても全然違いますし、なんていうのかな、あんまり重心下がってプレーするのって僕的には好きじゃないんですよ。うん、本当に上から糸で吊るされたようなふわふわしてる感じの方がキレも上がるし、かつそのクイックネスっていうのかな、俊敏さ、そういうのも上がると思ってるので、うん、ここがやっぱ力が抜けてるのがベストだなっていうのはありますね。うん、軽い軽い、完璧だ。よし、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、よし、ストレッチ、おいしょ。このルーティーンというか習慣はいつ頃からやり始めたんですか？いや、もう数えられないな。何年目なんだろう、もう分かんない。プロになってからずっとやってるかもしれないです、もしかしたら。この寝る前のストレッチは、てか小さい時から母親とお風呂上がりに背中を押してもらいながら、その開脚とかそういうのもやってたから、分かんない。プロになる前からはずっとやってたかな。癖づいちゃって、それがお風呂上がりの日課と、無頭家のお風呂上がりの日課だって、体を柔らかくする。じゃあもうこれやらないと、もう逆に気持ち悪いぐらいの、どんだけ疲れて帰ってきても、はい、眠たくても、これっていうかストレッチしないで寝ることはほぼほぼないです。うん、最後かかとの動きを出して、よし、終わりです。寝ます。いや、長かった。かありがとうございました、一日朝から。こちらこそありがとうございました。これで、まあ、余すことなく、まあ、プロフェッショナルサッカープレイヤーの一日とお届けできたんじゃないかなと思うので、いや、もう逆に、まあ、ここからいろいろ学んでくれる、まあ、子供たちとかがいてくれたら嬉しいですし、こういった一面もあるよっていうのを見ていただけて、まあ、自分も嬉しいので、また何か質問でもあったら広報の方にインスタでも TikTok でも書いておいてください。ではおやすみなさい。おやすみなさい、ありがとうございました。よいしょ。